皆さんこんにちはカナダからの手紙で歌手デビューした後日活ロマンポルノ女優としても活躍した歌手女優の畑中洋子さん今回は畑中洋子さんの現在や熱愛の噂結婚歴などについて紹介します東京都八丈島出身という芸能界では珍しい経歴を持つ畑中洋子さんですが父親の仕事の都合で中学2年生の頃に 東京に引っ越しましまたその後歌手を夢見て平尾正明歌謡スクールに通っていた畑中陽子さんは高校卒業直前の1978年1月平尾正明さんのデビュー20周年の記念曲「カナダからの手紙」で歌手デビューをしますとっても愛らしく清純派でありながら平尾正明さんのまな弟子なだけあって歌手としての実力もしっかりと備えた畑中陽子さん 1970年代のデュエットブームと相まって「カナダからの手紙」は大ヒットを記録しその年の第29回 NHK 紅白歌合戦に初出場を飾りましたまたロマンティックな同曲に刺激されたせいかカナダへの日本人旅行者が急増しカナダ政府から表彰されるなどカナダからの手紙の人気は社会現象にもなったほどでしたその後は 平尾昭さんとのデュエットが大当たりしたため当時の所属事務所は当然2曲目もデュエットで売り出そうとするのですが畑中陽子さんはアイドルで活動したいと猛反発したそうで畑中陽子さんは事務所の反対を押し切る形で1979年に「ロミオジュリエット79」でソロデビューを果たしましたが事務所が睨んだ通りだったのか。 事務所の後押しが足りなかったのかは分かはりませんがその後の後畑中陽子さんの人気は低迷していくことになりますそんなソロデビューの失敗により精神的に追い詰められた畑中洋子さんは現実から逃れるように当時の所属事務所には無断で7歳年上の音楽ディレクターの男性と電撃結婚しますですがわずか8ヶ月後には離婚することになりました当然 勝勝手手にに結婚して勝手に離婚しして離たと当時のワイドショーや週刊誌は畑中陽子さんを大バッシングしたそうですその後の畑中陽子さんは「プレーボーイ」に掲載されたセミヌードのグラビアが話題になるとさらに日活ロマンポルノに出演しセクシー女優としても鮮烈列デビューを果たしました当時青春博士として売っていた畑中陽子さんのポルノ映画出演は。 世間に大きな衝撃を与え、初主演の「愛の白日夢、2作目の「後ろから前からは」は空前の大ヒットを記録しましたその後大ヒット曲「カナダからの手紙で」で熱く見つめ合いながらデュエットする畑中陽子さんと平尾正明さんのラブラブな雰囲気にいつしか男女の関係が疑われるようになっていきましたまた当時の畑中陽子さんといえば。 清純派ののの、雰囲気を前面に出してはいるもののセクシー女優として後に世間をあっと驚かせるほどにに秘めたたるものを持っていたことになります。そんな目でもって改めて思い返してみればデビュー当時からそこはかとないお色気を漂わせていたよななんて回想する処刑も少なくありませんでしたまたデュエット相手の平尾正明さんといえば芸能界でも指折りのプレーボーイとして知られていたため そんな二人のただならぬ関係を詮索する声がそこかしこから湧き上がることはもはや必然だったと言えます果たして畑中陽子さんと平尾正明さんはやはり男女の関係にあったのでしょうか徹底調査してみましたのでご紹介します畑中陽子さんがカナダからの手紙で平尾正明さんのデュエット相手に選ばれた経緯としてはお二人の関係をひも解くと。 畑中陽子さんが中中学3年生の頃にまで遡りまでりす畑中陽子さんは平尾正明さんとの出会いについて後に次のように語っています先生との出会いは私が中学3年生の時一家で八丈島から東京中目黒に越したのですがある日私は原宿でスカウトされました両親は芸能界のことはわからないからと当時 ご近所だった平尾先生に相談に行ったところ「麻布十番で歌謡教室をやっているからおいでよと」と畑中陽子さんがその当時暮らしていたマンション中目黒ハイツのなんと隣の隣の部屋に住んでいたのが平尾正明さんだったそうです幼い頃から歌手を夢見てきた畑中陽子さんは平尾正明さんの歌謡教室で歌の基礎を学びながらオーディションを受けまくっていたそうですしかし なかなか合格できずに途方に暮れていたところに舞い込んだのが平尾正明さんの20周年記念曲として作られたカナダからのの手紙の話でしたですが平尾正明さんのデュエット相手として最初から畑中陽子さんんが選ばれていたわけではありません平尾正明さんの歌謡教室に通う多くの生徒の中からオーディションで選ばれたのが畑中陽子さんだったのです。また そのオーディションは平尾正明さんではなくプロデューサーや作詞家の北条真さんらによって行われていたそうですですので決して平尾正明さんが畑中陽子さんに特別に目をかけたわけではないようですちなみにカナダからの手紙がリリースされたのは1978年1月10日だったので当時平尾正明さんは41歳で。 一方の畑中陽子さんはまだ18歳だったそうです。また、二人の出会いは畑中洋子さんの両親が平尾正明さんに今後を相談したことがきっかけで、平尾正明さんにとって畑中洋子さんはご近所さんから預かった大切なお嬢さんなわけです。畑中洋子さんは当時まだ未成年だったのもあり、いくら平尾正明さんが名手のプレイボーイだったとはいえ、さすがに手を出すというのは、 考ええににくいように思えますただし平尾正明さんといえば34歳の時に当時18歳の現役女子大生とできちゃった結婚をしていますその3年後には当時16歳の歌手小沢文之さんとの不倫が原因で別居状態に結局は離婚し離婚成立後間もない1978年に当時19歳になっていた小沢文之さんと 再婚ししていたりしますつまり平尾正明さんにとって1978年という年は片や19歳の畑中陽子さんとデュエット曲で大ヒットを飛ばし一方で不倫の末に再婚した節目の年でもありました平尾正明さんに関しては相手が未成年だから手を出さないはずなんて常識は全く通用せず畑中陽子さんとの関係を疑われても。 仕方のない人ではありますそんな畑中陽子さんの結婚歴は先ほどもお話しした通り畑中洋子さんの最初の旦那さんはロミオジュリエット79でソロデビューを果たした1979年5月に事務所にも内緒で電撃結婚した7歳年上の音楽ディレクターのダンユージさんですこの結婚によって畑中洋子さんは一時歌手活動を休止しています。 この時畑中洋子さんは20歳の春のことでしたちなみにこのことを平尾正明さんに報告した際ただただ苦笑いをしながら「しょうがないなぁ何やってるんだよ」と言われただけだったそうです畑中洋子さんは平尾正明さんのこの言葉に泣いてしまったそうですですがただ若さだけで突っ走った新婚生活はわずか8ヶ月で破綻し 翌1980年1月には離婚に至るのですが実は結婚した年の夏頃には別居状態になっていたとの情報もあります実質的な結婚生活は3から4ヶ月くらいだったそうですそして1991年1月に当時畑中陽子さんのマネージャーを担当していた一般男性と再婚し同年10月には長女を93年には長男を出産しています ちなみに2番目の旦那さんとは畑中陽子さんの芸能活動が行き詰まった頃から二人三脚で頑張ってきた戦友のような存在だったと話していますところが事務所スタッフの結婚式の2次会でふと手を引かれたことがきっかけでそれ以来男性として急に意識するようになり畑中陽子さんからアプローチした末の再婚だったそうですただ ああくまでで一般男性るるためこのの2番目の旦那さんに関する詳しい情報はありませんでしたそんな畑中陽子さんの娘さんも息子さんも現在では立派に成人されていますが実は娘さんが小学生から中学生の頃にかけて不登校に悩まされたそうで当時を娘のアンナさんは中学の3年間ほとんど学校に行かなかった理由は特にないと明かし 芸能活動を休業中だった畑中さんはカウンセラーのもとに通い親のレールに乗りたくないという自我がそういう形で出たと受け止めたそうで対策は何も言わないこと親としてそれが一番きつかったというその思いは伝わったそうでアンナさんはあえて言わないでいてくれてるんだろうと勉強して高校に行きたいと自分から思うようになったと振り返りました。 理由は特にないとありますがもしかするとセクシー女優としてかつて一世を風靡したあの畑中洋子がお母さんということもあったのかもしれませんね畑中洋子さんの娘アンナさんは現在お母さんと同じ事務所から芸能界デビューをしています畑中さんはこう語りますもともと娘はモデルをやりたいと思っていた時期があったんですその時は あなたは背が低いから無理って冷たく言って終わったんです。実は昨年11月私のデビュー40周年の記念ライブに娘が見に来たら今の所属事務所の社長が「キャラが面白いからデビューしてみますか?」と声をかけてくださって「私も4月でかんですし娘には人生やりたいことをやって」と後押ししたんです。 と娘さんがデビューししたた経緯について語りました2019年3月13日にタレント活動を発表したアンナさんですが現在はジュエリーショップに勤めており今後はショップに勤務しながら芸能活動との両立を目指していくそうです畑中陽子さんは現在すでに還暦を迎えていますがこれまでに入院や手術を必要とする大きな病気をしたという公式発表はありませんが。 ネットで畑中陽子さんについて検索すると「遺書」というワードが関連候補に出てくることがありますが現在も存命で病気の情報もないことから「遺書」に関する情報もありませんただ今後もし遺書を書くほどの状況になることがあれば芸能界で稼いだ資産は子供たちへ行くものと思われます再婚後は子育てもあって芸能活動から遠ざかっていた畑中陽子さんですが。 2011年4月から太田プロダクション所属のタレントとして芸能活動を再開しました2012年7月放送のガチサクランの企画「ニュース時事能力検定2級に合格できなかったら事務所を解雇」に出演した畑中陽子さんなんと不合格で本当に解雇処分になってしまいました事務所のプロフィールからも削除された畑中陽子さんですが 2012年12月には再び太田プロダクションに復帰が叶いましたしかし歌手活動に専念するため2014年6月1日よりビクター・ミュージック・アーツに移籍し2014年8月20日発売の復刻アルバム「後ろから前からボックス」が週刊チャート1位を獲得しました2015年からはフリーとして活動している畑中陽子さんは2016年5月11日には 33年ぶりのオリジナルアルバム「ゲットバック陽子を発売していますまた同年の映画「顔切り顔切り」戯曲「スタニスラフスキー探偵団より」に出演するなど女優としても精力的に活動されているようですいかがでしたか今回は畑中陽子さんの現在や熱愛の噂結婚歴などについて紹介しました新曲発売や定期コンサート開催など 現在も精力的に歌手活動を続ける、畑中陽子さんのこれからに注目したいです。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。